するぞっていうような方が今日はいらっしゃってないそうなんですけれども、そんな感じであらという挨拶があちこちで聞こえそうなんですけれども、上文殊地区2度目となりますゴールデンエイジ福井の皆様、ただいまスタンバイ中です。皆様今しばらくお待ちください。皆さんこんにちは。とてもいい天気で、そして前の方には田んぼが広がっていてですね、なんとも歌うのに気持ちのいい場所でございます。どうぞしばらくですけどご堪能ください。上文殊の皆様とは以前にもこちらというか小学校でしたからね、大変いい機会をいただきました。みんなすくすくと育っております。では今から始めますが、一番最初は歌は心という歌をいきます。なんで我々は歌を歌っているのかっていうことのメッセージのようなものですね。じゃあお聞きください。になりましてもこう拍手をいただくというのは本当に嬉しいものでありました。どうぞ拍手の際には遠慮なさらずに。実はですね、南相馬っていう町が福島の、北の方にあります。テレビで盛んに現状の報告とかドキュメンタリーのようなもので報道されていますので、とても日本中のこの旅の震災っていうのは日本人みんなのまたは世界の皆さんが多分心を痛めている非常に悲しい災害でございました。その南相馬市っていうところと不思議なご縁でその私たちは深く結び合っています。それは南相馬市原町っていう原町という名前の町があるんですが、原町にメンネルコールっていう男性合唱団があります。その男性合唱団の指導しておられて指揮をされている荒先生っていう先生がですね、私たちが今日歌わせていただく歌もかなりたくさんの編曲をしてくださって、でも先生も荒先生も非常にゴールデンエイジを親しくしてくださいましてですね、この間は新潟へ行きまして、で新潟で何があったか知ってますか？そんなことは知りませんよね。でも
新聞をつぶさに見ておられる方は、デカデカでその写真が出てですね、千の風になって千の風音楽祭というのが新潟でありましたね。そして原町のメンデルコールの皆さんと私たちのゴールデンイジ福井とが合同で演奏してですね、審査された方は、アライマンさんって、アライマンさんって何した人か知っていますか？そうそうそう、千の風になってお作りになった方です。友達が奥さんを亡くしましてね、なんとも悲しい思いであるんだけども、なんて声をかけていいかわからない、東京にアライマンさんおられて、で、新潟の友達の奥さんが亡くなって40代ですからね、確かがんです亡くなって、そしてある時に千の風になってという、ヨーロッパの作品だと思うんですけど、詩が出てきてですね、それに感動してそれを日本語に直して歌われたのが千の風になってという歌なんですが、後ほどまた歌わせていただきますけど、この先生がこの災害の後に作られたと思います。喜びつけ悲しみつけ、それは歌があると、歌はその心の叫びのようなものだっていう、そういう歌であります。皆さんはこの上文殊地区が非常に平和で幸せで美しい、特に今は緑が美しくてですね、大好きな方ばっかりで集まり、公民館を中心にして仲良くやっていらっしゃると思うんですけど、私の歌の中でいつもあなたらのこれが一番いいっていう歌をですね、前にも歌わせてもらったと思うんですけども、この街でっていう歌を歌います。この歌は結構人気ありましてですね、この間新井満さんの前でもこれを歌ったら、私は日本中でこの街でも何遍も聞いたけど、こんな歌お墨付きです。あなた
たい。いつまでも好きなあなたを歩いて行きたい。
なかなか簡単なんてなけどもやってみますと脳の活性化に大変よろしい歌であります。私たちはいい歌を歌いたいとはもちろん思いますけど、何よりも健康ですね、心身ともに健康でありたいっていう、その願いの塊が歌として出てるんだとお聞きください。だからたくさん お母さん方いらっしゃいますけど、あんたそんなしてない、健康のために行ってらっしゃいとまたおっしゃってくだされば、私たち100名までは定員が 100名を超えましたらちょっと考えますけど、100名まではでも100名になるとこうね、上文字公民会なかなか来るのがお客さんいいんですけどね。それでは、実は上文字っていうと一番思い出すのは絆っていう歌を、この合唱団が歌い始めて初演したのが上文字です。あれから行く年月、あれからどれほど上手になったか聞いてあげてください。絆、それから続いていい日旅立ち、これはよくご存知の方いらっしゃると。じゃあ2曲続けます。なんか皆さんはあれですか、家出ていっぺんでスッと行かれます行くと、あこれ忘れたっつって、だいたい私は平均して3遍は入る、3遍。大体我々の年齢になるとそういう方も多いんじゃないかと思います。実はとても大事なことを忘れていました。今日ピアノ弾いていてくれるこの木津南さんどうぞ。この木津南さんは、今福井県の若手ピアニストの非常に素晴らしい一人です。で、我々の合唱団が木津南さんに来てもらえてるっていう幸せをひしひしと感じています。みんな木津南さん大ファンです。本選だっても福井新聞の風の森ホールで演奏会をしまして、何べんも新聞に出てますから、お顔を新聞でご覧になったりこれからもきっと何べんも出ますので、木津南さんって言ったら南っていうのは東西南北じゃなくて美しい波、はい。でこの人がおられることも影響してるんだと思いますけど、一週間に一遍は顔を見たいっていうんでみんなが来てる。触れ合う方が語り
you、mm-hmm.